10人ぐらいの500スタートアップのメンターの方に対して一人でピッチしていろいろこう質問を投げかけられるというそのもうまさにこういろいろ改善されていくその瞬間というかいろんなことを叩かれていく瞬間っていうのがそのすごい楽しかったです。こっちのコワーキングスペースとかいろいろ訪れることができて、やっぱりなんていうんですかね、こっちのスタートアップの盛り上がりっていうのを感じることができて、それは楽しかったです。英語でピッチするのが2回目だったので本当に緊張したりとかですね、資料作りもすごい戸惑ったんですけれども最後に賞をいただけて非常に嬉しかったです。 It was excellent. It was very well done and I was very impressed with the quality of the entrepreneurs who came from Osaka to present to us. しっかりしたアイデアを持ってしっかりした方向でやってますんで、マーケットちゃんと見てそれがどういうふうに展開するかというのも考えてるし、それからテクノロジーもいろんな新しいことを考え取り入れてるんで、非常にいいと思いますね。ベンチャーキャピタルですとか、メンターを実際にされている方の、アドバイスをいただけたりですとか、そういったところの、やはりプロの方から、アドバイスをいただけるという機会を、得ることができる方がいたので、やはりそこは印象的でしたね。I was impressed. I thought in particular that some of the companies that were presenting from Japan had some really good ideas, and some of them, like Chatworks, had a lot of customers already, which is great. And I think that's part of this whole, the quality of companies that are looking for angel funding or seed funding has been rising. And it's really exciting to see that.今日のプレゼンテーションでも、シリコンバレーの起業家4人、プレゼンテーションしてて、日本からは7人だったと思うんだけど、シリコンバレーの、現役アントレプレナーと比較しても日本のアントレプレナーが悪くないっていう、やはり大阪これから変わるんだと、東京じゃなくて大阪だと、でそういうことをやってくれるそのトップの人がいるっていうのがすごく心強く思いましたね。ですから毎年これ続けていただいて、若者からどんどん変えていってもらいたいと思ってます。